皆さんこんにちは。今回は、これは太る、悪魔的な食べ物、といったトピックをまとめてみましたのでご紹介します。それでは早速ご覧ください。一時期粉チーズにハマっていたことがあり、毎回何かしらにかけて食べていたらめちゃくちゃ太ってしまいました。皆さんを太らせた悪魔のような食べ物はありますか？全粒粉のビスケット。健康そうだと思って食べてたらブクブク太ったわ。ああ、私もバター使ってて美味しくてついつい食べちゃってる。ビスケットだから砂糖や油もあるしね。全粒粉だと、なぜか許される気がする。わかる。食物繊維たっぷりで全部マルチで出てきそう、よってカロリーゼロ、みたいな気になる。わかるわ。若い頃に全粒粉、カロリーハーフ、甘さ控えめ、なんて文言に安心して、むしゃむしゃ食べていたわ。フルグラです。やばい。同じく。しかも食べてる時は私ってヘルシーって思ってた。私はサラミです。食べ出すと止まらないんだわ。高いからみんな量食べないけど、なかなかすごいよね。脂質もすごいけど、塩分もやばい。食べすぎるとむくむ。クロワッサン、軽いから大丈夫って聞いてたのに。軽いからカロリーゼロなはずなのにおかしいよね。ほんとだよね。潰したらぺったんこになるくせにさ、ほぼ空気なのに。ほぼ、バターです。これはバターの塊や。初めて手作りしようとレシピ見て、凄まじいバターの量に衝撃を受けた人は少なくないはず。ぎゅーって丸めたら一口にもならなそうなのにね、小麦の後ろに隠れてるバターが恐ろしいんだな、きっと。私もあんこクロワッサン。あんこは豆だから、むしろ痩せるよって言われたのに。マジレスするとあんこは砂糖入ってるし、豆類って意外と炭水化物多いんだっけ。枝豆とかも。カツ屋のカツ丼末、一食で1日分以上のカロリー。ハッシュポテト。最近初めて食べたんだけど、美味しすぎてこの2週間毎日食べてたら、2キロ太ったんだけど。揚げた芋だからね。秒で食べれちゃうのにね。不思議。美味しいよね。冷食のおはようポテトがお気に入り。芋は炭水化物だもの。芋を野菜だと思っている人が一部にいるらしい。体にいい便秘対策で毎日ナッツを食べてたら、健康診断で去年よりプラス3キロ&脂質以上のお知らせが来た。1日27グラムくらいにすればいいらしい。ナッツにはミネラルや食物繊維が豊富だし、少し食べる分にはとても健康にいい。どんだけ食べたの？私毎日食べてるけど痩せたよ。ちなみに10粒いかないくらいを目安にアーモンド食べ始めるとやめられなくて、30粒くらい食べてしまう。ただローストしただけのものにしてますか？塩とか味があると私もたまらない。私はただローストしただけのやつだよ。カリカリした食感が好きで食べてしまう。低カロリーでカリカリしたものがあればいいのにと思っています。私も冒険のふるさと納税で、1キロのナッツが美味しくて毎日ボリボリ食べてたら、大変なことになった。健康診断1ヶ月前に体重計乗って、慌ててダイエットした。炊きたてご飯。美味しいよね。日本人でよかったと思うわ。3食、お茶碗2杯くらい食べてたらあっという間に太るよね。地元のとある地域で採れる米が美味しすぎて、一年中うまいですわ。わ、か、る。からし明太子もなぜか冷蔵庫にいつもあるし、パリパリの海苔もあるもんだからさ。太らされたわ。うちもなぜか冷凍庫にからし明太子が入ってて、炊きたてのご飯に明太子バター乗せて海苔で巻いて食べたらまあ、美味しい。気がつけば3キロ増えてた。最近圧力鍋を買いました。その圧力鍋で炊いたご飯がうますぎる。つい食べすぎてしまい、体重はうなぎ登りです。毎年親戚が作ってくれるイカナゴの釘煮が美味しくて、釘煮だけでも最高なんだけど、白いご飯の上に釘煮とバターを乗せて食べたらヤバくて太りました。そらそうだよなの組み合わせ。でも美味しいのよ。熱々ご飯だけでも最高なのにプラスバターはヤバい。絶対美味しいやつだ。一回だけと誓って私もやってみる。ピッツァ。ピザ屋のバイトはマジヤバい。まかないがピザかパスタだから本当に太ったよ。チーズナンも追加で。魔性の食べ物じゃよ。蜂蜜かけて食べるのが自分には手強すぎて、美味しいから。正月の餅？餅って不思議なくらい何個でも食べられるよね。考えてたらものすごく食べたくなってきた。ヌテラ餅はヤバい。ヌテラ餅は最終兵器だね。知らなくて恥ずかしいのですが、ヌテラ初めて知りました。ヌテラ、めっちゃ好き。そうめん、
なぜだよ。わかる。そうめんは喉越し良くてついつい食べすぎるけど、実はカロリーが割とある。油が練り込まれてるんだっけ。高校の後輩はそうめんは太らないと思い込んで、夏に食べまくったら母親に、炭水化物だから米と変わらんと笑われて愕然としたらしい。若気の至り。カロリーメイトをクッキー代わりに食べてたら、みるみる太りました。高校の時購買に菓子がなく、唯一あったカロリーメイトを下校前とかに食べてたら太った。そりゃそうだよね。カロリーメイトって食べたことないけど太るんだ。昔会社の寮に住んでた時、同期の子がダイエットしてるからって、寮の朝食食べずにカロリーメイト食べてたから、ダイエット食なんだと思ってた。寮のご飯かなりカロリーも量も少なめだったのにな。カロリーメイトの1本、100キロカロリーです。たか。しかも1食1本じゃ足りないよね。2、3本食べると思うとやばいね。手軽にカロリー取れるってことか。カロリーメイト恐ろしい。ブラックサンダー。初めて食べた時、こんなに美味しいお菓子があるのかと感動して毎日食べてた。わかる。ブラックサンダーもティムタムも初めて食べた時美味しくて、めちゃめちゃハマった。ブラックサンダーのアイスも好きだった。ティムタム。オーストラリアに1ヶ月ホームステイした時に食べてたら、めっちゃ太った。あれ確か、カロリーメイトと同じで1個が100キロカロリーくらいあるんだよね。いろんな味があって、全部美味しかったな。1個100キロカロリーじゃ、1日に何個も食べてたらそりゃ太るわ。今でもスーパーで見かけるとか痛くなる。名前も可愛いし、おまけに美味しい。好きだ、ティムタム。懐かしい。精神病出た時に唯一楽しみとして食べられたお菓子。コーヒーにダンクして食べてた。めちゃくちゃ幸せ感じたな。こないだ久々にプラザで見て買おうか迷ったわ。昔食べて感動したの覚えてるよ。何このうまい食いもん。って感じだから我慢してる。うますぎるに決まってる。動物性脂質。アメリカで5年暮らして10キロ太った。帰国して半年で10キロ減った。5年で10キロならまだマシかもね。短期留学でもそれくらいいっちゃう。私はスペイン1年で10キロ太ったぜ。太ってしまうか、逆に食が合わなくて痩せてしまうかどちらかのパターンになるっていうよね。知り合いのお姉さんはアメリカ留学の時、10キロ近く痩せて帰ってきたって言ってたな。おやつに焼き芋を1日1本食べてたら、1ヶ月で5キロ太った。最近の焼き芋は甘いし、水分多くて食べやすいから危ないね。おやつに芋食べたくらいでそんな太る？何か別のもの食べてない？多分だけど、おやつにお芋食べてなおかつ、3食しっかり食べてるんじゃないかな？私のようにバターと蜂蜜をオンして召し上がったのかもしれない。バターと蜂蜜うまいよね。チーズに蜂蜜もいけるよ。私は焼き芋にバターを乗せて毎日食べていたら5キロ太りました。さつまいもは蒸すか茹でると GI 値が低くておすすめ。さらに冷やして食べる。焼き芋にすると一気に GI 値が上がるから太りやすい。米と変わらない。コーンポタージュです。ドリンクバーで水のように何日も飲んだら太った。さーっと読んだけど何これ怖い。私、同じことココアでやってもうた。コーンポタージュって砂糖かなり入ってるもんね。でもうまいんだよね。コーンにまず糖分多いから、そこに砂糖やら調味料足したらと考えるとね。そりゃ太りますよ。手作り餃子にはまり、作る食べるしてたらあっという間に太った。手作り作業でカロリー消費してるから、食べてもプラマイトントンで太らないはずなのに。おかしいよ。一時、餃子は栄養豊富なダイエット食って聞いたんだけど、あんな油たっぷりでダイエット向きなわけないよね。餃子の皮を油揚げにするといいよ。包むのも楽だし。いやいや、油揚げの方がカロリーあるでしょ。餃子の皮は炭水化物だけど油ついてないから。ラーメンはダイレクトに来ます。あとビール。深夜に食べたせいもあるけど、仕事終わりのラーメンビールで50キロから65キロまで太りました。少しメンタル崩してたけど、太ったことによりかなり安定しました。その後57キロまで落として、妊娠して20キロ太りました。私もです。意外とスイーツはそこまで増えないけど、ラーメンは適面増えます。私も同じです。麺類大好きで1年半前までは、50キロ台から太らないと油断していたら、あっという間に60キロ台になり、取り返しのつかない状態です。ラーメンはやばい。お母さんにも言われた。高校生の頃大食い番組流行ってて、憧れて友達と週一でラーメン食べに行ってた。
お母さんにラーメンは太るよって注意されてたのに、通い続けてたら1ヶ月でめちゃくちゃ太ってやめたよ。油、小麦粉、塩、この組み合わせかな？ドーナツも揚げ油、小麦粉、砂糖、に多様な組み合わせでしょう？私は深夜のドーナツでじわじわ来た。仕事終わりの後は帰って寝るだけの時にラーメン必要ないからね。脂質と炭水化物。午前中とかお昼に取るとちゃんと消費できる。私もビール。ビールプラス炭水化物はすぐ2桁増えるよね。30キロどうやって戻そう？30キロ太ったのはやばい。すぐ行くって簡単に言えるような数字じゃなくて笑った。格闘技の選手が太りたいならパスタって言ってた。特にクリーム系はカロリー上がる。パスタは太る。実感した。ソースに油もたっぷりだしね。糖質の回りが早いらしいね。炭水化物速攻チャージ。何年か前に五右衛門にドハマりして、週3くらいの勢いで会社帰りに食べてたら、1ヶ月で4キロ太った。美味しいんだよな、カルボナーラ好き。前に具志堅さんが増量するときにパスタ食べるみたいなこと言ってて以来、パスタはやばいと思ってる。ファミチキ。ケンタッキーよりジューシーで、美味しいからと仕事終わりに毎日食べ続けてたら、2キロ太った。コンビニだから手軽に買えちゃうしね。買うのに手間と時間かかるなら買わないのに。いや買います。2キロなんて全然取り戻せるじゃん。毎日はやめて週1にしなよ。スナックゴールド。仕事の休憩中に毎日食べてたら体重が増えてしまった。これは太る。毎日はあかんな。ローズネットクッキー。高校の時にこれにハマって見事にデブに。その後体重落とすのに苦労したよ。私はナイススティックにドハマりして太った。ふわふわしっとり生地にミルククリーム。あっという間に食べてお腹にたまらないからお菓子を食べるっていう。コンビニにクリーム2倍っていうのがあるらしい。食べたい。私は今年の初め頃にネオバターロールにハマって、食べまくってたら5キロ太りました。もともと太らない体質だったのになかなか落ちません。ネオバターロールは軽くレンチンして温めると、中のマーガリンがじゅわっと溶けてマジ美味しい。ネオバターロールは本当に美味しいね。一個のつもりがあっという間に空っぽ。体に悪いよなと反省してやめたけど、たまにレンチンして食べたくなってしまうわ。菓子パンはすごい太るよね。夕飯終わってみんな寝静まった後にデザートで食べる甘い菓子パン。もう適面よ。当たり前なのだ。菓子パンはデブの元トップ3だよね。私もお夜食という名の一人で食べるメロンパンにハマってる。最近のメロンパンいろんなバージョンがあって美味しすぎる。チョコチップメロンパン。高校生の頃部活前に1個食べてた。部活引退してもお腹空いて食べてたら、あっという間に増量してしまった。私はナイススティック。よく食べすぎて8キロぐらい太った。最近板チョコアイスにハマりすぎて毎日必ず食べてる。あのパキパキ感がたまらん。アイスって太りますか？血糖値に悪いですか？大好きでバカ食いしてしまう。スキッパラにアイスは血糖値爆上げです。こないだ検診で保健師さんと話したけど、アイスはやっぱ太りやすいって。もしどうしても冷たいもの食べたいなら、シャーベットの方がマシだと。量食べれば同じだけど。ゴンチャのタピオカミルクティー。住んでいるところには店舗がないので、実家に帰っていた約1週間、毎日のように飲みまくった。しかも必ずパールトッピングして、帰る頃には自分でもお腹のあたりが重く感じて、2キロ増えてた。某コンビニのシュークリーム、1日3個食べてたら10キロ以上太った。やはり食べてゴロゴロはダメね。いや、3個食べてるからだと思う。これは誰でも太るでしょ。1個250キロカロリーとして750キロカロリーだからね。毎日100グラム近い脂肪を蓄えていったことになるから、単純計算で3ヶ月過ぎる頃には10キロ増えるよね。海苔弁スペシャル、みたいなスペシャル弁当。必ずこういう弁当はスペシャルにしていた。カロリー激高。しかも弁当にしているから家事もしない。悪循環すぎた。間食、甘いものとしょっぱいもの。これのループ。しょっぱいもので甘いものを中和していると思っていたバカな私。ミスド。ドーナツはマジで太る。小麦粉、砂糖、油、クリーム、チョコレートの塊。でもくっそうめんだよ。私はミスドのフレンチクルーラー食べすぎましたよ。ミスドのチョコファッション。一つ330キロカロリーもあったなんて知らんかったし。美味しくて毎度食べてたら超えた。粉砂糖がたくさんついたドーナツ。最近のはどこのも小さくて足りない。
フライドポテトも一時期食べすぎて太った。マクドのポテト定期的に食べたくなる。って書いてたら食べたくなってきた。食べ終わった後胃が悪くなるけど食べたくなる。太るというか吹き出物が出るな。これをバターソースでつけたら、一生食べちゃう。今これ食べてるわ。お供のマックフルーリーがなくなったからビールを開けるところ、L サイズって思ったより多いね。炭水化物プラス油が一番太るらしいね。わかっちゃいるのですが、ポテトやめられない。ポテトとポテチはマジで太る。昨日マックのポテト食べたくなって、ポテ投げ特大をお持ち帰りしました。無心でポテトとナゲットをむさぼったよ。ポテトやばいよね。ほぼ毎日食べていたわ。アクリル網戸でガンになりそうだな。私一週間に一回は食べたくなる。それ以上食べてるかも。中毒になるよね。マリーバターガレットサンド。この300円ぐらいで6個入りのやつ、半分だけで食べると誓って買うんだけど、結局一度に全部食べる。これサクサクをイメージして買ったらしっとりしてた。冷凍して食べたら美味しかった。プレーンヨーグルトにバニラのアイスを入れて食べるのが美味しくて毎晩ハマり、見事に超えた。今は、回数を減らしセーブしてる。その食べ方美味しいよね。昔漫画でその食べ方を見て真似して食べてみたら、美味しかった。アメリカンドッグとレモンティーはミルクティー。高校の時毎日やってたらめちゃくちゃ太った。私はアメリカンドッグと 500ml 紙パック乳飲料。コーヒー牛乳、マミー、イチゴ俺にフルーツ俺。もちろん夕飯もしっかり食べたさ。高校で運動部ならまだ許されるかもしれないけど、これは社会人になってからはできないやつだよね。とんかつ定食。バイト先のまかないで食べてたらあっという間20キロ太った。ご飯もすごい量食べてたんだけど。とんかつも白米もやばい。毎日食べたらあかん。大盛りなんてもってのほか。せめてキャベツをたくさん食べよう。とんかつにかけるソースもほどほどに。私もとんかつです。しかもキャベツの横についてくるマヨネーズもつけて食べてた。はじめは罪悪感からちょんって感じでつけてたけど、気づけば当たり前のようにつけてた。5日で5キロ太りました。パッタイ。美味しすぎて食べたら体重がえらいことに。これって太るの？太りそうなもの入ってないのに。米の麺に油たっぷりで、糖質かける脂肪でカロリー爆弾だよ。一人前で800から1000キロカロリーぐらいある。マヨネーズに唐揚げ丼。このメニューを考えた人は大天才だと思ってる。太るけどね。唐揚げの衣の味が濃ければ濃いほどマヨと合うことに気づいてしまった。3食これでいいぐらい好き。ちな私は160センチ、63キロ。劇的に痩せましたスペシャルの、どうしてそこまで太ったか再現ドラマで必ず出てくるよね。大量のマヨネーズと唐揚げと丼飯マヨネーズもそう悪いものではないらしいけど、量が半端ないんだもの。唐揚げ、マヨネーズ、おばあちゃん。三つ揃うとデブ確定ってテレビで見たぞ。なぜおばあちゃんがデブに関係してくるの？おばあちゃんがそばにいるとか、おばあちゃん家に住んでると、おやつとかご飯をたくさんくれるから太る太る。三大要素の一つがおばあちゃんってことだと思う。なるほど。何かの打ち間違いかと思って、おば、は、ん？ってなってた。ありがとう。ラミー、高野豆腐、おばあちゃんが作ったきんぴら。これ私が死んだら全部お供えしてほしい。ちなみに私の体型は、160センチ60キロです。おばあちゃんが作るきんぴらや煮物ってなんであんなに美味しいんだろうね。砂糖いっぱいだからかな。肉丼。高校生の時にハマってしまい、20キロぐらい太った。白ご飯にマヨネーズ豚肉と玉ねぎを甘辛く煮てご飯にダイブ。そして紅生姜。今では考えられないハイカロリー食を食べてた。ボスのカフェベース飲みまくったら太った。もちろん無糖の方じゃないよ。お値段高めの濃いめの牛乳で作ると美味しい。私もこれの中毒。毎朝一杯、パンと一緒に飲むのがやめられない。わし、無糖を安い低脂肪乳で割ってるわ。私、太るのが怖くて、調整豆乳に無糖とキャラメルを半分ずつ混ぜて飲んでる。私はこれの無糖だけど、飲みまくって3キロ太ったよ。美味しいよね。ドライフルーツ。特にマンゴーとパイナップル、お腹ゆるくなるしすごいカロリーでも食感とか大好き。高校生の時ミルキー一袋一気食いして一夜で2キロ太った。単純に考えても、ミルキー一袋で2キロはないぞ。欲しいも、ヘルシーだと思って食べてた自分が恥ずかしい。既製品のおやつよりよほど栄養価が高いからいいと思う。
食べ過ぎに注意して。大学芋もカロリーめっちゃ高いよね。周りが飴状になったカリカリした大学芋大好きなんだけどな。美味しいよね。あの周りの部分を食べたい。炭水化物を油で揚げてて、その上から飴状になった砂糖だもんね。太る要素しかないね。泣けちゃう。バターチキンカレーにドハマりして、毎日食べてたら8キロ太った。年齢もあって、それからマジで痩せにくい体になった。飲み物でもいいなら牛乳。子供の頃から文字通り水代わりに飲んでた。しかしある時の無ヨーグルトとカロリー変わらないことに気がついてやめたら、体重増加が止まった。甘い飲み物。ジュースとかスタバのコーヒーとかシェイクとか。私はキャラメルマキアートが好きすぎて、めちゃくちゃ太ったよ。チョコシロップたっぷりのカフェモカにハマったらめっちゃ太った。なぜ太ったか理解してるけど、飲み物で太るなんて納得できないよね。確かに仕事中甘いもの飲んでる人で太ってる人多いわ。しかしめちゃくちゃ太ってる人は2リットルの水をデスクに置いてる。不思議だ。牛乳と砂糖の組み合わせがやばい。例えばカフェラテやカフェオレなんかは飲みやすくて、カフェインと砂糖中毒になりやすいから簡単に太る。毎日飲んでたら毎月1キロずつ増えて今5キロ。増依存性高いよね。仕事終わったら飲みたくなる。私はまさに今お酒で3キロくらい太りました。砂糖不使用の缶中杯だし、レモン味だから油断して毎日3、4本飲んでたから、そりゃ太りますよね。夜中に飲むホットミルク。不眠症状対策にと飲んでみたら、信じられない勢いで増量した。牛乳は牛の血液で栄養豊富だからそりゃ太るよ。まあ牛の赤ちゃんがあれだけで成長できるくらいの栄養入ってるんだもんね。脂肪たっぷりよ。栄養も多いけど、大人は注意しなきゃかもね。ここ最近夜の食べたい衝動を鎮めるために、23時頃ホット豆乳飲んでるんだけど太るかな。皆さんきっと体質もあるんでしょうね。私は朝の計測でまだ夢見てるのかなって思うような増え方でしたが、ホット豆乳は普通は変なものを飲んだり食べたりするよりいいってよく聞くので、大丈夫だと思います。食べ物というか、近所にシャトレーゼができて太った。私を太らせてシャトレーゼは去っていった。4年くらい前に王将が徒歩1分のとこに開店し、デブりました。王将め、新手の嫌がらせか。職場にカルディ大好きっ子がいて、いろいろお菓子を勧められて食べた結果、デブになった。友達とルームシェアしているんですが、近くに焼きたてを売ってくれるパン屋さんができて、めちゃくちゃ通っています。結果私も友達も8キロ太りました。小太りコンビです。私の場合、食べ物っていうかウーバーイーツ。今まで入りにくかった、が典型が行くようなお店の定食とか、家系ラーメンとかを手軽に食べられるようになったせいです。代謝が落ちると何食べても太る。水飲んだだけで太る。158センチ42、3キロだった20代、暴飲暴食してもしばらくすれば元通りだったのが、41の今、55キロまで増量中。水飲んだだけで太るというのはむくみだと思います。筋トレいいですよ。体重戻らなくてもシルエットは変わります。身長が私と一緒です。私は50歳ですが、今メンタル疾患の薬飲んでいて、じわじわ太ってきました。2キロ太って多分どんどん太っていきそう。食べ物じゃないですが、精神科の薬は本当に太ります。以上となります。皆さんを太らせてしまった悪魔的な食べ物はありますか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。私はマーガリンが大好きで、食パンに毎回塗って食べていましたが、年齢を重ね、体重が落ちなくなったのでやめました。結果、お肌の調子も良くなりました。今後も有益なトピックを中心に紹介していきますので、よかったらチャンネル登録高評価お願いします。この度は最後までご視聴ありがとうございました。